こんにちは。君があの名高い旅人さんですか。おい、オイラもいるぞ。オイラがあの名高いパイボンだ。実は最近エンジェルズシアでバーテンダー体験ウィークというものを開催していまして、君も興味を持つんじゃないかと思い探していたんです。簡単に説明しますと、この体験では自分で好きなお酒を作ることができるんです。もちろんお酒以外の飲み物も作れます。使用する材料も自由に選んでいただいて構いません。また無駄にしない限り出来上がった品は飲み放題となっています。お客さんたちを満足させる品ができましたら、それに見合った報酬もお出しします。おお、報酬まであるのか。よし、オイラたちも参加しようぜ。いいよな。バーテンダー体験ウィークとはいえ、出勤日数などの制約はありません。もちろんすぐにお返事していただかなくても大丈夫です。一回だけお試しでというのも可能ですよ。どうです、体験してみませんか。そうですか。もし体験したくなったらいつでもいらしてください。Oh shit. That just the wrong option. Alright, let's try this again. どうです、体験してみませんか。 Okay, we'll give it a shot. ああ、よかったです。では、こちらへどうぞ。チャールズさんが基本的な作り方を教えてくれます。ああ、君たちか。今日は何を飲みに？チャールズ、オイラたち、バーテンダーをやりに来たんだ。バーテンダーを？なるほど。ルカが君たちに声をかけたんだな。そいつは運がいい。君の実力は俺も知ってる。だが、バーテンダーという仕事には技術が必要だ。決して簡単なものではない。材料の割合、混ぜ方、それら全てが完成品の質に影響してくる。おう、それなら大丈夫。こいつが作る料理はすっごく美味しいんだ。美味しいものを作るって点なら理解してるはずだぜ。それならいい。それともう一つ、実は前にある研修生がやらかしたことがあってな。そいつが自分の好きなように度数の高い酒を3つブレンドしたところ、たった一杯でお客さんを酔いつぶしてしまったんだ。それ以来新入りにはアルコールを含む材料の提供を控えてる。アルコールを出すことはできないから、それだけは覚えておいてくれ。さて、注意すべき点はこれで全部だ。作り方と必要な技術については実際に作りながら教えよう。うん、覚えが早いな。それに味も悪くない。うんうん、オイラも美味しいと思うぞ。ただ今のはあくまで練習だ。実際はお客さんの注文に応えて作る必要がある。もっと味を濃くしてほしいと言われたり、もっと酸っぱくしてほしいと言われたりな。そういった時はその注文に応じて材料を加えるといい。じゃあオイラは甘めの松笠キャラメルをくれ。一番大きいカップで頼むぜ。ああ、まさにこんな感じにな。それと、優秀なバーテンダーは飲み物を作るだけでなく、お客さんと会話するスキルも身につけなければならない。そうか、ならこのカウンターは君たちに任せよう。何か問題があったらいつでも俺を呼んでくれ。これで一通り終わったみたいだな。いや、また、オイラの松笠キャラメルがまだできてないぞ。
暇とはどういう意味だ。君たちがバーテンダーをしていると聞き、様子を見に来ただけだ。お、さすが耳が早いな。で、バーテンダーの体験はどうだ。そうだな、聞くのが早すぎるぞ。オイラたちまだ始めたばかりなんだ。いや、今の気持ちを聞きたいだけだ。楽しめそうか、それとも不安に感じているだろうか。思っていることをそのまま口にしてくれればいい。なるほど。おい、オイラには聞かないのか。オイラの感想は美味しいだ。ならいい、よかった。グレーバレーサンセットを作ってくれないか。サイズは任せる。ああ、急がなくて大丈夫だ。悪くない味だ。材料がいいからな。新鮮な果物を使ってるから何も加えなくても甘いんだ。なるほど、モンドの大地に感謝するとしよう。グレーバレーサンセット、これは僕が初めて作ったドリンクなんだ。僕がまだ子供だった頃、父さんが材料をいくつか並べて試しに何か作ってみろと言った。どんなものを作ればいいのか、どうやって作ればいいのか、父さんは何も教えてくれなかった。多分僕の実力を試してみたかったんだろう。最終的に僕が作ったのがこのジュースだった。え、これを。父さんも驚いていた。ただ当時の僕はジュースは甘いものだとばかり考えていたんだ。だから他のことは頭から抜けていてね。今思えばあれほど稚拙で短絡的な考えもないだろう。僕はそんな風に考えたことがなかった。何しろあの時父さんは何も言ってくれなかったから。だがありがとう。それから君に渡したいものがある。ただ君がバーテンダーとしてもっと経験を積んだ後に渡すとしよう。君の実力ならきっといい仕事ができるはずだ。オイラも応援するぞ。ああ、君たちの成果に期待してる。僕はこれで失礼しよう。時間があったらまた来てくれよな。ほう、お前がバーテンダーとは珍しい。それじゃあ、デスイン。早速人を困らせるなんて、さすがね。こいつがどう対応するか見てみたかっただけさ。それより、ロサリアも飲みに来ていたとは。旅人、酒場には厄介な客が多い。今のうちに経験を積んでおいて損はないと思うぜ。ええ、ガイアは相変わらずよく口が回るよな。おっと、勘違いしないでくれよ。俺はお前のためを思って言ってるんだ。むしろ感謝してくれてもいいんだぜ。例えば簡単なものを一杯、ムーンリットアレイを作ってくれるとかな。ああ、もちろんラージサイズで頼む。私はお茶の香りを味わえるものなら何でもいいわ。サイズは普通でお願い。ゆっくりでいい。うまいものが出来上がるのを待つ時間も興奮させてくれるもんだからな。どうした？ロサリアの口に合わなかったか？大丈夫、
君の腕に問題はないわ。ただこれを飲んでちょっとしたことを思い出しただけよ。お茶を口にする機会ってあまりないから。教会に関することか？ええ、前に教会で行事があってね、私は参加しなかったんだけど、バーバラが私の分のお茶とお菓子を残しておいてくれたのよ。だけどお菓子は長いこと置いておくと味が落ちてしまうでしょ。だからいつの間にか片付けられてしまって、残されたお茶だけをいただいたの。その時飲んだお茶と同じ味だと思って。ロサリアがこんな表情をするなんて珍しいな。どうやらモンドに紅茶愛好家が一人増えたみたいだな。あら、それならお酒の方がいいわ。俺が良くないところを指摘したら、お前は作り直してくれるのか？冗談だ。俺がお前に嫌われるようなことをするはずがないだろう。たく、ガイアはいっつも話が脱線するよな。よくこんなやつとお酒が飲めるな、ロサリアは。そう？私は彼のこういうところを気にしたことないけど、それに飲むときはいつもお酒の話ばかりだし、それに彼は興味を持った人やもの、そう、例えば君やここのオーナーみたいな人にしかちょっかいを出さないもの。おいおい、俺たち酒を飲む仲間だろう。そうあっさりと裏切らないでくれよ。あら、これが裏切り？別に君は気にしていないでしょ。時折思うの、私の周りには固い人が多すぎるってね。みんながのんびりと過ごしている酒場の方が私には合っているわ。ん？なんだ？今度は固いやつへの愚痴か？そういうことなら、俺の知ってる誰かさんがモンドの堅物ランキングトップ3に入ると思うぜ。どれくらい堅物かというと、そうだな、面と向かってそれを指摘しても眉一つ動かさないくらいだ。はあ、そんなランキングあるのかよ。ああ、それに連続飲酒日数ランキング、最長労働時間ランキング、暗黒料理人ランキング、禁忌とされる知識量ランキングとかもあるぜ。モンド人暇すぎだろ。そんなに暇を持て余してる人なんてそういるのかしら。なあ、だったらオイラとこいつが一緒に入りそうなランキングはないか？ああ、あるぞ。ベストバーテンダーとかな。こういう雰囲気も悪くないわね。そうだな、こいつらを見ているだけで飽きない。こんな風に人に伝染する雰囲気を持っているというのは、酒場のバーテンダーにとって大事なことだ。どうやらベストバーテンダーの称号をこいつらにやったのも間違いじゃないみたいだな。え、どうしたんだ？いや、なんでもない。今日はうまかったぜ。それじゃあ私もそろそろ失礼するわ。ああ、そうだ、紅茶おいしかったわ。後で自分でも入れてみようかしら、もし朝起きれたらだけど。それじゃあな。